ねえ、ちゃんと食べれるんだよね。ね。ああ。ねえ、いや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 。人とペッパーがいいから。介護できていることがこんなに幸せなのかなというところは自分の気持ちの中に今ものすごく溢れ出てきてます。だからこの幸せをいつまでもこう続けていきたいなというところに、家内の介護をもう一度、リハビリじゃないんやけど家内の介護をもう一度、考えて、頑張ってみたいなというところが今日もこういうところに来れて、最高の幸せやなと思っています。はい、立つよ。1、2、3。はい、しっかり立つよ。はい、頑張れ。おお、立った。偉いな。はい、はい、立っといてよ。これが一緒に座る。よいしょ。おっ、よいしょ、立ったな。自分で立ったな。しっかりしてんね。まだ帰った？よいしょ、飲もうか。ご主人つとむさんについてはですね、れいこさんとても愛しておられるっていうのよくわかるんですね。いつもお出かけするのも必ずお化粧して一生懸命きれいに整えて出かけておられる。で、出かけるのもやはりね、大変なことだと思うんです。車椅子準備していろんな荷物もね抱えて持っていかないといけないので、大変なところれいこさんのために公園に行かれたりね、お出かけされたり旅行に行かれたりということで、帰ってきたら本当に疲れておられるかもしれないけど、れいこさんの笑顔のために一生懸命されてるっていうのは本当にいつも私も感心しています。はい。で、あとね、好きなものを選んで買ってこられたりとか、お洋服も選んでね、れいこさんの好みのものを選んでこられたりとかいうので、いつもれいこさん第一に考えた生活をされておられるんで、とても私が玲子さんだったらすごく嬉しいなっていうふうにいつも思って見ています。はい、ね、はい、で変更はこことここだけですね。今月、まあ、3月についてはね。阿部さん、いつも外へね、気になって出て行かれるのは誰か探してるんですか？そうやな。誰探してるんですか？分からんや。誰かしら分からんけど気になって探してるんですか？そうやな、その人今いてます？いや、いてる時もあるし、いてない時もあるし。いてる時もあるし、いてない時もある。うん。今いてます？いてるな。どこにいてます？今泣いてるところ。お父さん、後ろお父さん置いてんの。押してくれてますよ。まあ本人自身何か目的があってそういう行動をされるんですけど、まあ今僕自身関わりさせてもらって思うのは、ご両親のことをすごく探されてて、すごくお父さんのこととかお母さんのことをすごく真剣にどこやどこやと思って探されてるんかなっていうふうに、今誰探してるんですかっていう時に、いや誰も探してないよって言われるんですけど、何回か聞いていくうちに、いやお父さんとかお母さんっていうふうな名前が出てくる時あります。中にあとはやっぱり
認知症の症状進行をやっぱり進めるのはやっぱり不安なところなんで、そこで僕ら専門職で気をつけてるのは、否定するっていうか、本人がやっぱりお父さんお母さん探してるって言った時に、いやもういてないで、もし亡くなってるよっていうことを言ってしまったら、本人はやっぱり、いやわし嘘ついてないのに、わし本当に探してんのに、お父さんお母さんいてんのになんでやろうって傷ついてしまって、余計探したくなるんですよね。やっぱりその時に、あお父さんお母さん探してるんですね、一緒に探しましょうかとか、やっぱりそういう温かい言葉をやっぱりかけてあげることが一番の認知症ケアにつながるんかなって思ってます。今でもお父さんのこと好きですか？美しいな。ねえ。お父さんお母さんも見てるかもしれないですね。あ、でもみんなの力でね、誰一人かけてもね、ここまでなかなかね、元気になることってなかなかないと思うんで、本当に良かったです。うん、あんまり元気はあったな。普通じゃん。去年の12月10はな、11月か12月かな、退院してからな、退院してからも、ほんまにどうなるんかなと思ったけど、そろそろ悩んだりな、どうするかうちで言ってたぐらい。はい、お二人、登場です。改めまして、皆さん、大きな拍手をお願いします。